はい、できました、今日のあちゃんちの晩ご飯、鶏ももとニラの、焼き鳥風炒め物で、お味噌汁と、お味噌汁は卵とわかめで玄米でいただきます。お漬物はナスときゅうりとパプリカ以上です。食べましょう。いただきます。ヒカルはどっか行ってまだ帰ってきてないのね。今日はあの量だけです。いただきます。なんか遊び行っても自由です。ふわ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 。お袋の味になる感じ。お袋の味にこれこれちゃうのちゃうわ、いや、二度と作りゃいいかもわ、いや、お袋の味ないわ。あるやん。同じもん作らへん。同じもんめったに作らへん。同じもん切れへん。5ぐらいやん。市販のトリュフブイユあかんかい。やっぱ自然のオーガニック的なもの、拾ってこいよ。栽培したいんだよ。キノコ栽培して、キノコ栽培するの、あれその辺にありとる鹿とか、鹿殴って倒してさばくの。ゲームやん。ワイルドすぎるわ。ワイルド外虫やったな。あの銃撃ったら食えへん。銃撃ったら食えへんじゃない。食えるよ。みんな銃で倒すもん。火薬とかで。居酒屋の文字みたいにクリンってたの。全身に回れんや。昔でも。めっちゃ気持ち悪い。昔でもな。銃の免許取りたかったよ。警察だ、取れんや。取りたかったよ。銃の免許取ったら、何ができんねんって、漁ができんねん。狩りができんねん。地下のあんな目でこっち見られたら撃てへんよ。無理、あっちゃんには無理。トカゲとかで。トカゲもいいやん、かわいいやん。人間のね。トカゲ人間って撃つけど。とかさ、カーとか、ムカデとかやってやるけどさ、クモでもようやらんけど。気分によって可愛く思ってね。倒したらさ、自分でさばかんじゃねえ。肉？無理。今はどうかわからんけど、無理。イノシシやったんじゃん。イノシシ無理やん。モグラやったんや。モグラ。無理やろ。モグラ食べへんし。モグラ美味しくないから。知らん。食べたら聞かへん。でも、美味しくない。モグラめっちゃうまかったな。ここかもな。いや、そこまでうまくなかったな。かもかね。魚さばけるようになってん。魚も無理やってん。目でこっち見つめられたらようさばかんねんけど。まあ、さばくよ。あ、ちっちゃいけど。どれくらい？タイのお味噌でこれぐらい。まあまあ大きい。食べたことある？食べてるよ、普通に。単品で切ったら。トロンとしておいしい。そうなの？サメの脳とか。サメの脳だったかな？あったような気がするの。サメ。あ、サル？サルの脳食べるテレビ見たことあんね、昔。マジで？生きた猿の脳を、食べてて、それ普通にゴールデンタイムにテレビでやっとって、すぎや。
うん、よかったもん。放送禁止になったけどな。そうでしょう、うん、ご飯中に何の話をしてるんでしょうか。まあちょっと止めてね、いろんな料理作る時にいろんなことがあるよ。命をいただくねからな。植物でもそうやもんな、植物でも命をいただいているから。植物は普通に取れないな、不思議や。でもそうやったらもう最終的に人間交代それ あかんやつらのグループや。その方があかんやつって周りの生物傷つける、今日はじゃんけん負けたやつだってなる。じゃんけん弱いやつだよ。いやでもじゃんけんはやっても最後に負けるから、最初に負けるから、約束のネバーランド。そんなものだよ。怖いのに見られて、でもね、考えたらさ、鬼は人間食べて怖いって言うけどな、人間しか食べねえね。鹿からしたら人間怖いなと見てる。一緒やん。わかるよね。ただ、偶然人間より強い生き物がおらへんだけのことやん。どういう定義してんねんて。地下におんねん。人間食べてるやん。ええのかな。ええのかな。こんなのあるな。地球、人間みたいな生物は、この、星のあいのあたりでもおらんみたいなって言ってるよな。無理やろ。でその証拠で宇宙人がやってきてないみたいな。来てるやん。なんて分からへん、見たことない宇宙人、人間に擬態化してんねん。メインブラックでやっとったわ。人間の中に入って脳を動かしてんねん、ちっちゃい宇宙人が。あるやん、スタンドや。スタンドもそんな話や。やばいやん。しょうもない話だ。しょうもない、しょうもない話が面白い。これがしょうもない話を楽しくできるようになったらクソもんない大人になってんねん。いや、クソもんない大人になってしまったら、クソもんない大人になったら、いつまでも、いつまでも子供の気持ちを忘れたから、いつも子供でないとかね。というか、厚みでありんす。頭にスリンス。それも、商品買うてもうた人への返しの名返事で何を書いとんねん。どれぐらいボケやんの。どれが厚みや。陰謀論とか都市伝説ってみんな嫌いやんな、ありえんのやつ、しょうもないという。だからしょうもない頭やって頭が凝り固まったらな、そういう面白い発想ができなくなる。なまちゃん 90% 99% 嘘やで、なも、夢あるやん、夢もあるし、でもその中に 1% の真実が入ってんねん。それがだとしても正直どうでもいいやん。違う、それを頭固かったら全部見えんくなってしまうのよ。それを見極めるためにも全部ほんまに見えた。それが見極められる。だから偽物と本物を見極めできるようになったらいいねん。それができへん。国の支配だよ。国の支配だよ。昔国の支配だのドラマやっとって。どっちもかった。ドラマの国の支配だの。なんか復讐やって、人間の復讐やってんけど、ジャンバーをな、ヘルメットかぶったジャンバー着てな、どう見ても不自然だな、こんな肩したやつがランバイク乗ってんねん。ジャンバー頭かかぶっとんねん、バレバレやみたいな。知らん方見たら怖いけどさ。あれ、そして都市伝説で。ひとくいポルシェの話が。何それ。ひとくいポルシェって何。ポルシェの新車を買った人がな、事故って死んで。そのポルシェがな、ポルシェやから
高級車やからな、綺麗に直して売ったんよ。で売ったらな、このポルシェはな、また人の血を吸うようにな、こうた人を殺していくんや。そんな話が広がってきてな、人乗ってへんのにな、車をな、スーパーカーで300キロで逃げても追っかけてきてな、見た人は死ぬとかわけわからねえ、全然変わっとって。おもろ。すぐそういう人が変わんねん。生欲しいけん。でも一食い車はね、事故車を起こして、次のオーナーが死ぬって、その車になったらみんな死ぬね。でも綺麗に直って帰ってくんねん、その車は。怖っ。会社にならへんねん。だから伝説じゃ、ほんまにあった話。SCP も面白いじゃん。SCP そういうのいっぱいある。ただの都市伝説みたいでしたけど。口裂け女も一緒やん。口裂け女なんだ。口裂け女の対処法みたいなのまたのかしら。ニンニクとね、呪文とか、呪文なんかあってポマードや、ポマードやせいでやん、なんか言うね、うん、なんかあれな、見合っても助からへんだみたいなもん、よく分かれる、助からへんだ、その伝説表でいいやろ。ほんまに思った。誰が伝えてんみたいな、目撃者に。口先女が大台に出たって噂になったんや。みんながそこ行くの怖かったんや。俺昨日口先女に追っかけられんよ。嘘すねえよ。みんなやつがおったんや、ほんまに。そんな元気よく言わへんや。昨日かよ。大きいに必死で走って逃げて、もうちょっと家が遠かったよ。俺食われてた。家。どうやって食うの？びっくりするわ。楽しそうにしたんだよね、そいつ。めっちゃ食べてるよ。俺も見たとかやつも出てくる、だん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 嘘が広がる。これには2つの心理が働いてるらしい。どういうこと？恐怖心理でな、見えへんもんが見えへん、誰かが見たって言ったらな、それの夢とか見てな、現実になるっていう説とな、それがあるな、それとな、それを言うことによってみんなが注目するやろ、ヒーローになれるやろ、だからヒーローになれるっていう心理でな、そういうことを言うやつが出てくる。二番戦時はヒーローやな、ヒーローになりたい系が面白い。なんかそいつら嘘を言ってないね。いや嘘を言ってる、ね、作り話をしてないね。それをすることでほんまに夢で見てほんまのあれやと思ってるやつとな、ヒーローになりたいやつはな、自分の発言はわざとヒーローになりたいんじゃなく、言ったらヒーローなんか気持ちいいからな、新しいことが勝手に頭の中にインプットされていく、だんだん更新されていくらしい。心理学者の先生言うとな、愚かやな、それが人間の脳みそや、それから人間の脳みそってそんなに賢くないよ。毎回は思うアホやなと思うね、言うことを忘れるのかな、話も。でも脳みそで考えてなくて腸やっていくの、分からん、分からんな、そう見て、うん、以外にも腸内環境良くなったら元気になる。腸内環境のことは頭も考えかへん、ほんまにそうかも分からへん。そっか、分からへん、分かるか分からんのかもしれん、不思議な話や、人間の体は分からへん。腸とか言ってみてんな、ちゃうかったかもしれない、全然ちゃうの、もう細胞一つ一つかもしれない、細胞一つぐらい考えてんの、一つ一つがメモリなんかもしれない、指落とされたら歯本なのかもしれない、いろんなところで考えてる、何もあるかもしれないけどな。今日のあっちゃん晩ご飯は鶏ももの、ニラ焼き鳥みたいなものでした。
美味しかったです。ごちそうさま。今日もね、りょうとね、雑談しながら晩ご飯でした。たまにはね、昔こんなのが多かったけどね、雑談しながらの晩ご飯、これからも撮っていきたいと思います。でまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ってくれたら高評価、懐かしいなと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。